みなさんこんにちは。山梨県の小松ガーデン代表の後藤みどりです。今日は2021年小松ガーデンの最新品種のバラをご紹介します。新しいバラを植えたいと思っているあなた、ぜひ今日の情報を参考にしてください。バラを選ぶときはカタログを見たり本を見たり動画を見たり、いろいろなものを見ながら選ぶのもすごく楽しいですよね。今年はどんなバラを自分の庭に招待しようかななんて悩んでるあなた、ぜひ小松ガーデンの新しい品種をこの動画を見て取り入れてみてください。今日は小松ガーデンの新品種をご紹介します。新品種というのは新しいバラが作り出されて初めて発表される品種なんですけれども、やはり育てていると新しいバラを作りたくなる、そんなことで小松ガーデンも自分たちが育ててみたいな、綺麗だなというバラを世に出して皆さんに提供したくなって、こんな仕事も始めました。で、今回はこのとっても色も美しいウィンディーナイトからご紹介します。今朝農場から切ってきたウィンディーナイトの切り花です。見てください、とても落ち着いた色合い、ムーブ色っていうんですかね、紫でもなくピンクでもなく、この名前のウィンディーナイト、夜の風、そのイメージにぴったりの色合いなんですね。咲き始めは少しモーブが強くなります。だんだんと藤色に近くなって、最後は外花弁がグレーっぽくなるんです。そこもとっても素敵なところなんですけど、花形もまた素敵で、最初は剣弁咲きみたいな感じで咲いてくるんですけど、最後はロゼッタ咲きになります。紫でこんなに花弁が多いのも割と特徴的なんですよね。香りもとってもいいんですね。甘い香りとちょっとダマスクとフルーツと混ざったようなニュアンスのある香りがします。こうやって持っていてもプンプンに匂うくらいいい香りなんです。木の大きさはだいたい私ぐらいにはなりますね。1メーター40から50ぐらいで、幅も1メーター弱くらい大きくなります。鉢でやる方はもっと小さく育てることもできるんですね。枝のその伸び方とかは直立性に近い感じでは伸びますが、剪定の仕方で少しふんわり持っていくこともできます。親はカインダブルーです。カインダブルーは病気にとても強い品種です。そんな親のいい血も引き継いで、黒点病にも強く、月に2、3回の消毒で十分病気にも強く、小さいうちから育てられます。咲き進むと花弁がすごくこう広がってくるんですけれども、パラパラと落ちたりしません。なのでちょっとお掃除も楽ですよね。切り花にしても花持ちもすごくいいです。ですから毎朝1輪ずつ食卓に飾るなんてこともできるんじゃないでしょうか。紫の花をね、できるだけいろいろなタイプ楽しみたいなと思ってたんですが、なかなか難しくて、いい花を出すのにはやはり時間かかるなと思ってたんですが、こんなに素敵なのができました。ぜひ皆さんの紫コーナー、白と合わせてもいいですし、黄色と合わせてもいいんですけれども、ちょっとシックに飾っていただいたり、コンテナで寄せ植えしてもいいと思います。育てるのは比較的楽なので、初心者の方でも育てられます。私はこのバラともうちょっと濃いめの紫と合わせて植えたりしてますけれども、好きな色と合わせて楽しんでいただけたらいいんじゃないですか。次にご紹介するのはイフアイフェル。とっても可愛いピンクじゃないですか。このバラの特徴は枝が少し細めで、ふわっとした咲き方なんで、春は割としっかり咲くんですけど、秋になると少しうつむいたりします。でもそこがまた素敵なところなんですよね。これも今朝白州の農場から切り花で切ってきました。もういっぱい咲いてると圧巻なんですね。ちょっとお花はやっぱり大きめですよね。で、カップ咲きのところがすごく可愛いんで、その愛らしさもあるんですけど、花弁が少し薄くなったり濃くなったり、このグラデーションがまた素敵なところです。香りはフルーツ粉、桃とマンゴーの匂いもします。ちょっと嗅いでみますね。あ、いい香りです。この香りは結構トロピカルな感じ、レディエーマの子供なのでとってもいい香りがします。
切り花としてこんな風に飾ってもとっても愛らしいんですが、お庭でもとても愛らしさを発揮します。小さい小花と合わせたり、ちょっと薄めのピンクと合わせたりすると、それがまた一層華やかに庭を彩ってくれます。この横姿も見てください。カップ咲きなので横から見た雰囲気もすごく可愛いです。大病性に関しては、病気に関してなんですけれども、そんなに強くありません。普通ですね。ですから、小さいうちは苗で飼われたら少し予防消毒を心がけて、特に黒点病には気をつけてください。すごく樹勢が強いバラではないので、すぐ大きくなるってものでもないんですけれども、1年2年しっかり育てていただくと安定してしっかり育ってきます。鉢植えで育てても素敵なバラなんで、ベランダとかでも育てられます。バラが大好きで、いつもお庭に出て見守れる方なら上手に育てられるんじゃないですか。あなたもこのバラを一つ育ててみてください。最後にご紹介するのはオリエンタルエクレールです。大きくなりました。そしてたくさん咲いてます。どこに咲いてるのなんて言って、緑だからわからない方いらっしゃいます。緑のバラに見えますか。色もなんですけど、花の形が変わってます。花びら一枚一枚はとっても小さいんですが、密度があって本当におしゃれなバラなんですよね。数年前にこのエクレールを発表したんですが、実はこれ切り花にも向いていて、実際切り花用でも販売されている品種なんです。で、うちではブーケトスシリーズという形で、切り花でも楽しめるので、お庭で育ててお部屋に飾って楽しんでください。またプレゼントしてもいいですよっていうテーマで発表しました。で、こちらから突然変異でこのオリエンタルエクレールが出たんですね。お花は見ていただいても分かるように倍以上大きいです。で、しっかりとしてるので、またこれもドライフラワーにしたり、切り花として楽しんでいただいたりしても面白いと思います。で、今現在見ていただいているこちらの鉢のように、花付きは抜群なんですね。で、育てる時にやっぱり小さいうちは予防消毒、そういうものをしていただきながら、できるだけこのくらいの太い枝になるまで育てていただいて、それから地植えにしたり、お庭のいい場所に植えていただくといいと思うんですけれども、鉢でも十分に育ちます。これはもう10号鉢の鉢なんですが、立派に育ってくるとこんな風にボリュームがある楽しみ方ができるので、皆さんのベランダとかそういうところでも育てられます。で、花持ちも最高に良くてですね、咲き始めは薄い黄緑色なんですけど、緑がだんだん濃くなって濃い緑になっていきます。秋なんかは1ヶ月以上咲いてますので、そんなところも嬉しいところでありますよね。で、他のグリーンと合わせて緑の空間を作っていただいても楽しいと思います。いろいろな楽しみ方ができるこのブーケトスシリーズ、皆さんのお庭にぜひ加えてみてください。香りはね、残念ながらないんですが、花持ちがとても良いというところで許してください。私もこの生のままブーケにしてリボン結んで友達にあげたりするんですけど、みんなそのままドライにしてくれて、まだ綺麗に花色が持ってるよなんて声も聞きます。皆さんもぜひ楽しんでいただけたらいいかなと思います。お友達とかにお花をプレゼントしたいなんて方にはもってこいの品種です。いただいた方もこの花の可愛い魅力でずっと楽しめるっていうところもあるので、オフィスに持って行ったりして幸せのお裾分けをしてあげてください。ぜひあなたの力でこの花をもっともっと知ってもらいたいです。よろしくお願いします。小松ガーデンからの新品種、いかがだったでしょうか。どれも素晴らしい品種です。新しいバラを探している方、ぜひ仲間に加えてあげてください。あなたの庭で綺麗に咲ってくれると思います。今日ご紹介したこの3点について、もっと詳しく知りたい方、お庭にぜひ加えたいなと思っている方は、概要欄に小松ガーデンのホームページを貼ってありますので、見てください。そこでいろいろな品種も知ることができます。小松ガーデンでは、バラを育てるために、今知りたい情報をあなたのために配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。